JAXA 三浦大知スペシャルコラボ動画第3弾。こんにちは、三浦大知です。さあ、ということで、今回ですね、私のふるさとでもあります沖縄に来させていただいております。今回訪れたのは三浦さんのふるさと沖縄県。ここは三浦さんがアンバサダーを務める JAXA の第一シリーズ衛星と深く関わりがある場所とのこと。一体どんな関わりがあるのでしょうか。 JAXA 第一宇宙技術部門の江藤さんにお話を伺いました。沖縄と農業っていうテーマで大地の衛星っていうのはすごく関わりが深いっていうところで、いろいろと今日ご紹介させていただければ、はい、と思っております、はい、お願いいたします。お願いします。三浦さんたちがいるのは沖縄県宮城島にあるサトウキビ畑。大地シリーズ衛星とどんな関わりがあるのでしょうか。JAXA と共同で研究をしている農林水産省の西賀さんと加藤さんも加わり、詳しい説明を聞くため次の場所へ。はい、サトウキビ畑に、着きました、はいはい、このサトウキビ畑というかサトウキビをこう作っていくのにこの第一シリーズ衛星というのが何か関係しているということなんですよね。そうなんですね。そうなんです。はい、今日ご紹介したいのはJAXA の人工衛星を使ってスマート農業っていうのを取り組んでまして、このサトウキビが第一弾として取り組んでいます。こちらの画像なんですけども、はい、実際今サトウキビの葉っぱを見ていただいて色ってどんな感じで見えますでしょうか。今でも普通に何て言うんでしょう、緑というか、はい、そうですね、元気な葉っぱは、はいはい、緑色に見えていて、ね、若干こう枯れているような葉っぱは茶色に見えていると、はい、人の目ではそう見えてるんですけども、はい、これをですね衛星を使って見ていこうというような取り組みをしているところです、はい、で実際に今日はサトウキビ畑に来たということで、はい、実はサトウキビを、はい、持ってきています。サトウキビ、はい、じゃあいただきます。はい、はい、どうよ、うん、あでも十分に、うん、甘い。あでも甘いですね。甘いですね。あーなんか懐かしい。うんうんうん。あでも美味しいですね、うん、いいですね。結構シュールですよね。続いては農業以外の分野で活躍する第一シリーズ衛星について学んでいきます。ここでは江藤さんと第一4号プロジェクトチームのレーダー担当本岡さんが説明してくれます。まずこの画像なんですけれども、今日の光学センサーとあと合成開口レーダー。光学センサーは第一3号と同じタイプの、はい、目で見る光、はい、光の三原色を捉えるようなタイプの映像になっていて、よく見る、まあ、写真と同じ海が綺麗な島が映ってますけれども、はい、あと第一2号これはレーダーになっていて、はい、ちょっと違ったタイプの、はい、映像になって、これをまとめると今第一2号4号のレーダーは雨や曇りでも夜間であっても広域を一気に観測できるっていう特徴があります。でこれが防災減災の特にこの情報の空白って呼ばれる、そういったところに埋める重要な役割になってます。後編は沖縄県恩納村にある赤間総合運動公園からということで、本日よろしくお願いします。はい、JAXA の大木と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この赤間運動場今日来ましたけれども、今日はここで何をするんでしょうか。はい、今日は雲南村の4つの小学校の小学6年生の皆さんと一緒にここに来ています、はい、そして、これから地上に第一という文字を書いて、はいはい、第一2号からもう人工衛星からそれを写してもらうということをこれからやりたいと思います。地上に巨大な文字を描き、それを宇宙から第一2号に撮影してもらおうという壮大なプロジェクト。今回三浦さんと一緒に恩納村の小学校の生徒たちも参加、総勢100人以上で第一2号に移ろうに挑戦します。お願いします。はい、プリント貼ってもらって、はい、こんなで、はい、
はい。はい。カメラを。で、ここで90度にする。こういうことですかね。で、この角度が大事なんですよね。そうですね、90度。完成です。お、やったー。みんなで作りました。絶対。あ、持ってくれる？ちょうど重たいと思ってたんだよね、今ありがとう。本当にどのタイミングでどう撮ってんだろうみたいな。すごいですよね、宇宙から写真撮ってるって。お、今電波が来てる？第一二号の電波を受信したことを知らせる合図が鳴り始めました。すごい、第一二号から電波が届いてる。いや、ちゃんと反射してるかな。ドキドキするね。今第一二号が近づいてきて、そして皆さんを撮影して、そして戦っていきました。おお、ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、どうなったんだろう。あの、宇宙から写真を撮るという、あの、貴重な体験を、みんなと一緒にできて、そして一緒に、あの、みんながね、作ってくれたリフレクターとともに、このプロジェクトができてとても楽しかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、チーズ。高い、はい、チーズ。続いて三浦さんが向かったのは、赤間総合運動公園からさらに北上したところにある JAXA沖縄宇宙通信所。ここを案内してくれるのは、追跡ネットワーク技術センターセンター長の井上さん。この施設ではどんなことが行われているのでしょうか。まず、この通信所がやっていることというか、ここはどういう場所なんですか。はい、ではそちらにある写真で説明させていただきます。はい、これが、はい、この沖縄宇宙通信所を、はい、もう全体を撮った写真になります。我々が今いますのは、あの、白い建物になります。はい、でここに、アンテナがいくつか写っていますけれども、はい、第一と交信しているアンテナはこの一番下にあるアンテナになります。これですね。はい、これを使って、宇宙に飛び出た第一を常に監視しているということになります。このアンテナって見せてもらえたりしますか。はい、ぜひ。じゃあこれらのとご案内しますので。三浦さん、はい、アンテナのところにやってまいりました。あ、来ましたね。こう近くで見るとやっぱ大きいですね。はい、あの、お皿の部分の直径が10メートルあります。ちょっと一個気になったことがあって、はい、アンテナっていうと、こう受ける部分白いイメージがあるんですけど、はい、これ、クリア透明ですよね。ですね、ここから見るとほとんど透明に見えるんですけども、はい、網になってます。へ、網が張ってあって、電波逃がさないようにしています。そうなんですね。昔のアンテナはやはりこう面板を張って、そうですね、白いやつ、白いのが全て見える、はい、多分筑波でご覧にいただいたのも、あ、そうですね、だからそういうイメージあります。アンテナの重さを軽くするために板ではなくて網で、作っています。それでは本日いろいろアンテナのコツとか、この通信所のこといろいろ教えていただいてありがとうございました。とんでもありません。ありがとうございます。特別編では第1弾で対談した同世代の JAXA 職員、小林さん、元岡さんと再び対談する機会をいただきました。よろしくお願いします。で、あの、今日来ていただいてこの沖縄通信所でもですね、はい、あの、第1弾号が、打ち上がってから、まあ、の指令破壊という形で、あの、軌道投入失敗してしまうまでの短い間ではあるんですけれども、あの、その間第一3号の状態をですね、あの、まあ、電波に乗せて、ここの沖縄通信所で受信をしていたという、まあ、そういった場所になります。こう、なんていうんですかね、こう残り続けながら、なんかこうずっと応援し続けるみたいなことが、うん、なんか自分にできたらいいなっていうのは思って、なんかその音楽、自分ができる音楽というもので、あの、このプロジェクトに関わらせてもらえたっていうのは本当に貴重な体験をさせていただいているんだなっていうのを改めて感じたりしてましたね。いや、もうかっこいいって言って、もう最初聞かせていただいた時から、いや、本当にやっぱり歌詞がやっぱり最初はみんなこう感激したって言って、あ、よかった。
全部この対談の話した内容とか伝えたいことっていうのが全部入ってるなっていうので、そうですね、多分だから一番最初にその対談させていただいた時はまだその楽曲としては形になってなくて、皆さんの言葉をこう歌詞にしていけたらいいなっていうのは思っていたので、いいですね、三浦大さんを通じて宇宙に興味を持ってくださった方も含めてですね、これからのまあミッションっていうのもぜひ注目していただけるとすごくありがたいかなとは思っております、はい、ぜひこれからもよろしくお願いいたします、はい、エイロスを歌い続けます僕は、ありがとうございます